この今日今日こそね言ってやお願いいたします。はいなはいもちろん、はい、えそんなに意気込みない？いや意気込みはもうもちろんありますよ。今日こそお肉を出す、みんなにお肉を食べさせたいっていう気持ちはもう十分私もあります。わかります。はい、すいません。さあ上野園もやってまいりました。スタンバイしました。あの問題でリアクション取らないでってみんなに口酸っぱく言われてるから、どんな顔しておったらええかわからへん状態になって、今顔の表情がようわからん表情で、はい、先週は後ろ向いてたよね。私たちの方に背を向けてましたよ ね、 そうですね、はい、さあそれではこのねお助けカード2枚を駆使していっていただきましょう。はい、それではファーストチャレンジでございます。ファーストチャレンジはケナッシーさんからいただいたファーストチャレンジ第1問。5+2×3 は5+2×3 はどうでしょうか。はい、いくつになるでしょう。これ前こういう問題で間違えたけどな。これ同じような問題やりましたね。それはもう多分いけてると思いますよ。はい、5+2×3 でございます。はい、それでは行きましょうか。はい、もうこれは答えどうぞ。はい、11。おい、正解。すごい、これちょっとどいきそうな感じすんな。なんかな、いい感じですよ。さえさえ良いですよなあ、さあ続いて、はい、いきますか。トントンといきましょう。トントンと、はい、トントンともう肉出しましょうよ、うん、ね、ね、さあいきましょうか、うん、さあそれでは、こちらリッキーからの第2問、はい、考え方や好みなどがそれぞれ人それぞれに違っているという意味の四字熟語は十人ほにゃほにゃ。はい、わかりました。さて何でしょう。これは優しいな。優しいな、はい、みんな優しいな。優しいな、はい、これもう十人ときたらね、もうそこまで言うとしまうと、そうそうそう、何でしょうじゃないとこがね優しいですね。さあズバリお答えください、はい、どうぞ。十人十色、うん、正解。これ東京順調ですね。これは私は阻止さすタイプですよね。この立ち位置ですから言うても、まあ、出したいですよ、ね、出したいですけど、うんうんうん、いや ここまで簡単だとね、ちょっと簡単すぎるな。でもそれも運ですから、私が引いてますから、ね、そうよ、京都さんが選んでるからね、下向けて。さあ続いてこちらですね、はい、言わぬが花鈴さんからの第3問。小中学校の地図記号はどんな記号でしょう。はい、行きましょう。これはどう言ったらいいんですかね。もう記号ですね。地図に載ってる記号ですね。記号ですね。もうそれしか言いようがない、ね、はい、小中学校言葉で表せる記号ってことですか。そうです、そうです、はい、そうきました、ね、お、わかりましたか。小中学校の地図記号、どんな記号でしょうか。まあ、ズバリ言ってもらいましょうか。使わない。大丈夫ですね。使わない。後ろで2枚使えないんですね。後ろで2枚使えない。いや、無理ですよ。1個1個ですよ。自信のほどはどれぐらいあるの。でも今、50、60ぐらいです。50、60。半分ちょっとある。生命保険か。50、60。喜んで。何やそれ。まあ、でも。うわぁ。地図としてよく見てる記号ではありますよね。うどうする。まず1個のチャレンジで1枚しか使えないから、ね、そうですよね。でも今まだ3問目っていうところもあるよ、ね、はい、これ答えたら次はだから5問目は使えないから、使うとしたら次4問目だから、かこれか次ですよね。3問目の今か次ですよね、はい、さあどうでしょうか。使って頑張るか、それとももういけそうなら、行きますか。行きますか、はい、じゃあ行きましょう。さあ読み方でいいんですよね。読み方です。そう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 、いいですよ。それでは行きましょう。答えどうぞ。ふみ。おー、聞けるで。ブンってくるかと思いましたからね、一瞬。まあでもそれでもまあ、はい、でもそうですもんね。ブンですよね、はい、やばいな、ちょっと簡単な引きすぎやな。うわー、次4問目。4問目ここでちょっといかつめの引いときたいねんな、こういう時に。でもね、いかつめ入ってるよね、難しいのもね。それはもう兵藤さんが引いてます、はい、うん、どっち行こうよ。今2枚上の方行け。上の方や、はい、あ、なるほど、わかりました。こちらですね、満月ポンさんからいただいた4問目都道府県シリーズ、うん、
都道府県の中でひらがなで書くとなーらのように二文字の県が全部で6つあります。多いな、はい、それは奈良も入れてかな。奈良は奈良を入れてですね、入れて6つある全部、うん、奈良を入れてだから6つあるね、6つある、だから今出てないのは5つです、うん、で残り5県のうち2県をお答えください。ちょっと簡単すぎひん。全部の人にします。全部に行こうか。4問目やもんな、うん、あるいは3つとか4つとか増やしますか。いや5で行きましょうよ全て。うん、じゃあ、待ってもください。なんか今ええー、とかいう男性の声が聞こえてきた、ね、なんか上野さんがすんごくええー、言うてだからリアクションした。あかん言うてんのに熱い男やからすぐに出てまうの。後ろ向いてても声がさえ、どうします。じゃあ5件全部、それは無限でしょ。2文字ね、2文字、ひらがなで2文字の件を5つ。さあ使うか使わないかまずいきましょう。使います。どっちを使う。風鈴で。風鈴風鈴もちょっと風鈴今よかったよ顔してんだよ上野さん。今はい参ります。都道府県の中でひらがなで書くと奈良のように2文字の県が全部で6県。それでは奈良以外5県のうち、あ、5県すべてをお答えください、はい、行きましょう。どうぞ。千葉県、はい、佐賀県、はい、岐阜県、うん、滋賀県、うん、1つ2、3、4、5、あと1個、ポン今思いついてたら言うてもええで。そうやで、そうやで、はい、で5秒前。これなかなか難しい。全部だと3、2、1どうぞ。ポンとフリン一つずつ答えてもいいよ。わかるかわからないかどうぞ。2文字、まあ、島根県。違う。そしてフリン。わかりません。わかりません。残念。なんや。わあ、そうか。欲しい。あと一個ない。出てこないです。沖縄、ちゃう。あ、お、出ました？僕、向こうだよ。言ってみてください。三重県、正解。うわあ、これはちょっと時間足りない。すいません。とんでもない。とんでもない。ありがとうございます。大丈夫やで。見せ場いっぱい作ってくれた。あと一個残してくれたからね。三重か。はい、いやいや。噛み締めるみたいに。何も分かってたよその前に。ほぼゼロです。ほぼゼロです。ほんまに辿っても辿っても出てこなかったです。2文字、はい、2文字出てこなかった、はい、フリンギリギリまでなかなかいいパフォーマンス見せていただきました。ありがとうございます。残念。ありがとうございました。もうしゃあないな、はい、これは上野さんもんでもいけてないと思うよ。とか言ってたもん、はい、ね危ない。これもしゃあないわ。危ない。ちょっと問題、ええねんね。生きて難しかったな、うん。でも2個も無理やってんな、はい、でも風鈴は4ついけてたからな、うん、5問中な、うん、すごい。もうでもしゃあないやな。じゃあ行こうか。次あります、次あります、うん、はい、セカンドチャレンジ行こう、はい、さあそれではセカンドチャレンジ、スリーツリー、スリーツリーからの、あ、ちょっと待って、あ、問題いいですか、うん、1円玉を1万枚集めると1万円ですが、1万円札を1万枚集めると何円になりますか。1万枚ですか。はい、1円玉を1万枚集めると1万円。それでは1万円札を1万枚集めるといくらになるでしょうか。1万枚1、10、100、1000万、10万、100万より上ってことですね。そうですね。何をおっしゃってるんですか急に。もうすでに1万枚ですよ。1万枚。さあこれどうしますか。 どう答えるんですかこれ。答えれる数字があるってことですよね。当たり前やないか。あります。1万かける1万、1万かける1万は、うんうん、はい、わーわー、ゼロがちょっと多いんで言葉にしづらいですね。ゼロ何個ある。言葉にしづらい。ゼロの個数まず教えて。8個です。8個。さあ、それでは、
8個はもう正解やんか。なんて言うん。言うていけよ。今声出して1、10って言うていけよ。4、5、6、7、8。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万。うん。1億。さあ答えどうぞ。1億。正解。よかった。当たったわ。言えるやつでよかった。言えるやつ。何や思ったどんなもんや。いやもっと1兆より上とかなんかな思って1億1系万みたいな1兆、はい、なんか洋画の来てくるんかな思って来るんかな思ってよかった、はい、大丈夫だ大丈夫だはいそれでは行きましょうか、はい、第2問はどんぶり勘定からいただいた第2問新選組の隊長は誰ですか今上野さんがビコンって行きたいってなったの行きたいってなったんかな分かりませんこれ辺はどう新選組は今じゃなくて昔からいらっしゃる方ってことだ今新選組って居酒屋ぐらいはあるやろうけど居酒屋新選組新選組あるやろうけど使います昔のいや今どんな名前パッと出てきた名前新選組隊長桜坂やっくん桜坂やっくんなるほどねそれはもう大丈夫です使いますもう笑いながら来てるわ笑いながら来てるわ上野さんがもっくんかもう力がある上野さんお誕生日おめでとうございます興味ないやろ流すように言うた感じ新選組の隊長お答えください近藤勇正解正解これは出ないさっきの2件は出なかったでしょ4件3件出てた3件お難しいよね全部っていうのナイスファインプレー上野さんでしたありがとうございました近藤勇さんです、はい、さあもう今2問目で使ってね、はい、あと自力で3問ね4個といきますよさあいきましょういこういこういこうよっしゃそれではこちら滋賀県のシガレットさんからいただいた第3問サイダーってシュワシュワシュワーっとして美味しいですよね。サイダー。この弾ける泡、なんでできてるでしょうか。わかる？なんでできてるかですか。泡、何でできてる？何でできてる？ね、シュワシュワシュワーってあのね、喉越しが良くてね。何で？この泡は何でできているでしょうか。今何や思う？今思ってる答え。気泡。気泡。ああ、その、ボコボコでな、気泡。でなく、その、その気泡は何でできてるか。何でできてるか。炭酸ですよね。炭酸。どういうこと、うん、もう、ヒントいこうか。はい。もう、シャン3問目やからまだ。いこうか。今、吸って吐くやん。はい。吐くもんや。何吸うまず。酸素を吸う。酸素。ほんで何を吐く二酸化炭素です。さあ、答えどうぞ二酸化炭素はい、正解。ここまでやで、はい、ここまでやでほぼ答え、はい、ほぼ答え二酸化炭素二酸化炭素もうね自信ある時の声の大きさったらないですねほんまに、まあ、さあまあそうですよ自信ある時は声大きくなります、ね、さあこっからノーヒントやねじゃあ行きましょうかはい行きましょう我が輩は玉である名前はまだニャイさんからいただきましたニャイさんはい4問目はい、算数の問題です。単位を答えてください。単位長さはメートル、はい。面積は平方メートル、はい。さて、体積は何メートルでしょう。何メートルですか。はい。もう終わったね。もうこれで。長さはメートル、単位ですよ。面積を求めるときはほにゃらは平方メートル、はい。さて、体積はほにゃほにゃメートル。さあノーヒントになっております体積はほにゃらら平方メートル、うん、面積ね面積がほにゃらら平方メートル、うん、長さはメートルですよね、うん、単位で言うと、うん、体積です体積は何メートルでしょうさあノーヒントいきましょう何メートルでしょうかどうぞデシヘルメートルダメ。惜しい。何やの惜しい。なんで惜しいの。ちょっとだけ曲がいたから。はい、な。惜しいってくれた。デシヘルメートルって。それはデシベルのこと？
デシベルのデシベルメートル、あ、それは音の大きさですね。体積立方メートル。